も私はするんだけど、都立西高のみんなの意見もっと聞いてみよう。受験対策で2年で分離選択の高校が多いって聞くけど、西高は3年でなんだって。西高でも文系理系の選択のモヤモヤ結構溜まってるみたいね。これすごいですね。すごくこう嫌うな文系理系っていうとやっぱ大きく、まあ、分かれるっていうのが数学の部分だと思うんですけど、やっぱり文系とかに行ったとしてもやっぱ社会の分野とかだと統計学とかだいぶ数学を使っていくことになるので、まあ、そういうところをちゃんと嫌わずに、まあ、文系理系だとしてもやっぱどっちもやっていかないとやっていけないんじゃないかっ